世界を黒の一体から救うためとはいえ、俺たちがやったことはマザークリスタルの破壊だ。暮らしを脅かしてると受け取られても仕方ない。ベアラーを救うにしたって、その一方で彼らを苦しめてる。彼らも非難の目を向けずにはいられないさ。仕方のないことだって分かってはいるけど。だがシドはこう言ってたよ。クリスタルの牢獄をぶち破れと。誰かに強いられることなく未来を選び取れ、自分の意志で。そう言われた気がした。彼らしい。人が人として生きられる場所、仲間と共に。そんな場所を作るため、俺はシドの名を継いだ。俺たちは彼に思いを託されたんだ。だから何が起きても俺は意志を貫く。ほら着いたぜ、お二人さん。愛しの我が家だ。シド、オットーのところに行ってやれ。サロンにいるはずだ。分かった、そうしよう。そいつを切ったら飯にするか。次の作戦まで各自待機だ。戻ったか、クライブ。ビクトルがストラスを飛ばしてきた。状況は分かってるよ。今回も災難だったな。巷ではシドは滞在人だ。その上風獄部下にまで目をつけられてる。誰だって関わりたくはないだろう。それで留守中に変わったことは。ダルメキア共和国軍を調べるためにガブを向かわせた。どうにも奴らの動きが引っかかってな。今は帰りを待ってるところだ。なら奴が戻るまで彼女と各国の情勢をさらっておくとしよう。ビビアンか。戦の研究さえできれば場所は問わんと言ってたが、こんなところでもお勉強とは。変わった先生だよ。変わり者だから協力してくれるのさ。何かあれば呼んでくれ。ビビアン、少しいいか。悪運が強いな、まだ生きているとは。お前にだけは言われたくない。何度か暗殺されかかっただけじゃないか。騒ぐほどのことでもなかろう。さて、要件は何かな。この偉大なる軍事学者ビビアン・ナインテールズが答えよう。各国の情勢を把握しておきたい。今日も今日とてバリス・ゼアは知事に乱れたまま。史上最悪の滞在に、シドの登場に、黒の一体の侵食による世界の荒廃。だが世界を揺るがす風はそれだけじゃない。ザンブレク公国という嵐の存在だ。風の大陸北東に位置するザンブレク公国はかねてよりその国土を黒の一帯に蝕まれていた。
そのため新たな領土を求めて海を挟んだウォールード王国と長く争いを続けている。ところが相手は召喚獣オーディンを擁する強国。そうやすやすと領土を奪えるわけもなく、事態は進展していなかった。そこでザンブレクの信仰シルベストルが目をつけたのは、豊富な資源を抱えるクリスタル自治領だ。5年前のこと、君たちがマザークリスタルドレイクヘッドの破壊に動いていた裏で、一挙にカノチへ進行制圧した。だがクリスタル自治領は文字通り世界の中心、最大の地理的要衝でもある。ここを抑えればバリスゼア統一にも手が届くだろう。だからこそ各国は相互牽制として不可侵条約を結んでいたのだが、一方的に破られたとなれば紛糾は避けられん。ザンブレク公国、ダルメキア共和国、ウォールード王国、そして鉄王国、それぞれが生き残りをかけ乱世は加速しているよ。なるほど、いい雲行きとは言えないか。世界にとってはな、今後の風の吹き方一つで君たちにとっては追い風になるかもしれない。こんなところだクライブ、こたびの講義代はお使いで手を打とうじゃないか。仕方ない、いいだろう。それではこの本を書庫の主に返しておいてくれ。語り部によろしく。語り部か、さて書庫へ行こう。やあ、シド。いつも忙しそうね。ハルポクラテス。ははあ、そう呼んでくれるのはお主くらいだな。語り部と呼ばれすぎて自分の名を忘れそうになる。クライブ、無事に戻って何よりだ。ビビアンから本を預かった。これをあんたに返してくれと。若先生は相変わらず読むのが早いのう。わしももっと解読が早ければお主の頼みに応えられるかもしれんが、先日手に入れてもらった書物にもそれらしい記録はなかった。お主が5年前にドレイクヘッドで出会ったという謎の存在、その正体にたどり着くにはまだまだ時間がかかりそうだ。これだけの書物とあんたの学識をもってしても未だ尻尾さえつかめないとは。一筋縄で行く相手ではないということだろう。今は北部の古文書を探っている。何か分かったら知らせよう。助かるよ。書物に囲まれ木の実を食い知識の海に浸る、ここはわしの楽園だ。気にすることはない。テトは見てた、語り部木の実ばっか食べてる。クラも知ってるよ、だからおなら臭いって。これこれ、バラせてない。好物が取り上げられたらどうしてくれる。テトとクロは相変わらずか。書庫で預かってからというもの毎日元気にしておるよ。ただ時折親が恋しいとぐずるのだ。あの子らが哀れでならん。前の隠れ家が襲われた時、二人の親を含め多くの仲間が殺された。5年前の出来事は生き残った者たちに
深い傷となって残ったな。その傷を癒すにもまだまだ時間が必要だ。話が長くなった。疲れたろ。少しは休むといい。ありがとう、ハルポクラテス。ガブが戻るまで部屋で休むとするか。おかえり、クライブ。帰ってくるなりバタバタしてるわね。その顔も見慣れたわ。今じゃただの不愛想な傭兵って感じ。刻印がないというだけで外では人として扱われる。お前の施術のおかげで随分活動の幅が広がった。感謝してるよ。そりゃどうも。オットーから伝言よ。ガブから手紙が来たらしいわ。あんたの部屋に置いてあるからって。ガブから。わかった、すぐに確認する。じゃあまた後で。ガブから手紙。何かあったか。ガローンが新しい品を仕入れたんだよ。ガブはなんて。ダルメキアが軍を動かした。フーゴ・クプカも関わっているようだ。これで奴の私兵はしばらくの間ベアラーを襲うことはない。そう、よかった。この戦は俺たちにも好機だ。後でガブと話そう。それにしても隠れ家の再建からここまで本当によくやってこれたと思う。5年、遅すぎたくらいだよ。俺がイフリートの力を使いこなせていればもっとうまくやれてたはず。なのにいつも何かがあの力をせき止めているんだ。召喚獣になると大きな負担がかかるもの。あなたの体の方が分かっているのよ。良くないことから守っているんだわ。君にばかり負担をかけてるな。これまでたくさんの場所を巡ってきて、私にもようやく分かったの。マザークリスタルは人を幸福にしない。恩恵が大きければ大きいほど、それ以上の争いや差別、痛みや苦しみを生み続けてる。それも黒の一体を大地に広げて、人から生きる場所を奪いながら。でもあなたは本気でそれを変えようとしてる。だから私も手伝いたいの。ジロ、だが。それにね、これはあの時ジョシュアが救ってくれた命だから。どうせなら意義のある生き方をしたいじゃない。ジョシュアは確かにいた。見間違いなんかじゃない。ジョシュアがアルテマと呼んだあの存在。
きっとジョシアは奴を追っているんだろう。今この時も。また会える日が来るかしら。それを信じて、できることをやるだけだ。全てのマザークリスタルを破壊する。北部は黒に染まったか。この数年で黒の一帯は広がりよう。しかしひどいものですね。エーテルが枯れ果てたとはいえ、いずれ大陸全土が染まるだろう。アルテマの痕跡を追う先々で世界が死んでいく。ねえ兄さん、僕らに何ができる？クレイブ、問題が。ああ、すまない。邪魔するつもりはなかったんだが。気にしないで、打ち合わせをしていただけよ。どうしたオット。協力者のマーサが消息を絶った。すまんが、ちょっとサロンまで来てくれ。わかった。マーサに何があった？